1997年まで刊行していた文庫レーベル。ドラゴンクエスト3に登場するアイテム、最後の鍵をデザインしたマークを使用していた。ゲームブック、小説、漫画と様々なタイトルが混在しており、文庫レーベルとしての方向性は定まっていなかったが、最終的にゲームブックが最も遅くまで刊行され、点数こそ少ないながらも二場所の、 ファミコン冒険ゲームブックと共にゲームブック推体機を支え続けた。小説は最も早く1991年にオリジナル作品から撤退し、ライトノベル系文庫レーベルとしては極めて短命であったが、天空戦記シ修羅と全六巻をはじめ、タツノコプロ作品のノベライズが短期間で精力的に刊行されたことが大きな特徴である。以後、 エニックスの小説部門は EX のベルズをはじめとする新書が中心となり2006年のライトノベル系レーベル増刊ラッシュの中にあってもスクウェアエニックスの文庫レーベル再参入は実現していないエニックスオリジナルゲームブックと名打たれている括弧内は執筆者ノベライズ作品以下はハードカバーで刊行されたタイトルの文庫化オリジナル作品講談社アフタヌーン新書0々後 お宅くなりきの記述から、ありがとうございます。